どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ヒルトンホテルの夏セールについてですね、解説やっていきたいと思います。今回ですね、ヒルトンホテルの夏セールということで、対象期間にですね、夏休みとかお盆とかね、そういった期間もですね入っているっていう風になりますんで、もしねこれからヒルトンホテルね利用される方であればですね、ある程度ねお得になるかなという風に思いますので、気になる方はですね、ぜひね最後までご覧いただければなと思います。それはですね、セールの詳細ですね。こんな感じでね来ておりまして、ヒルトン夏セール今だけ最大 25% オフということで、ヒルトンの夏セールがですね来ている感じですね。で、詳細に関してなんですけども、予約期間ですね、2021年の7月1日からですね、2021年7月の21日までっていう風になっておりまして、宿泊期間はですね、2021年7月3日から9月の30日ということで、こちら割引率はですね最大 25%オフっていう風になります。で、こちらの 25% オフっていうのはですね、ヒルトンオーナーズのね会員の方が適用されるね割引という風になっておりまして、もしね入会してない方だとですね 20% オフっていう風になりますんで、この点はね注意してください。で、対象ホテルに関してなんですけども、国内のヒルトンホテルね17のホテルあると思うんですけども、こちらがね対象っていった形になります。宿泊期間はですね7月から9月ということで、夏休みはねお盆がね入っている点ではですねいいのかなと思います。で、対象のホテルについてなんですけども、今回ね国内のヒルトン17のホテルね今あるわけなんですけども、こちらがね対象なんですけども、2021年9月にね開業する京都のね LXR、 こちらのホテルはですね対象に入ってないんですよね。これは今後入ってくるかもしれないですし、このまま入らないのかちょっとわかんないわけなんですけども、私が調べた感じだとですね今現在はね入っていないっていう形になります。で、このセールね気をつけていただきたいのはですね、予約はですね到着の2日前までっていう風になっておりまして、またね予約時に全額決済が必須っていう風になりますんで、この点はね本当に注意してください。予約時にね全額決済が必要っていう風になりまして、またね払い戻しもできないっていう風になりますんで、今ねこんな世の中っていう風になってるんで、今日取ってね来週とかだったらねまだね利用しやすいかなと思うんですけども、今取ってね9月とかね、予約する場合、ちょっとねこの後感染拡大とかね行った場合ですね、ちょっと宿泊しに行くのね躊躇するなんてね、そんなこともあるかと思うんですけども、そうなってしまった場合ですね払い戻しできませんので、この点はね注意してください。またですね、変更についてはですね到着の2日前までね手続き可能というふうに公式サイトに記載がありますので、この点もね覚えておいてください。それは次にですね、ちょっと私の方でね料金比較表をね作らせていただきました。通常の予約価格と今回のセール価格ですね、あと HPCJ の価格ですね、こちらでねちょっと表を作ったんですけども、こんな感じになっているんですよね。コンラッド東京であれば通常の最安値価格が 32,300円、セール価格が 28,500円、 HPCJ の価格が 28,500円ということで、こちらね表を見ていただければ一目瞭然なんですけども、今回のねセール価格っていうのはもうほとんどですね HPCJ の価格にね合わせてきてるっていうホテルがねほとんどなんですよね。今回のねセールについては、先ほども言いました通りですね、予約時にね全額決済が必要で払い戻しができないっていう風になりますんで、その価格にですねHPCJ の価格をね当ててきたっていう感じですね。HPCJ に関してはですね1日前までにね変更キャンセルができるっていった形になりますんで、HPCJ ね加入されている方はですね HPCJ でね予約していただいた方が基本的にね価格も一緒で、またね予約のキャンセルについてもねしやすいかなっていうふうに思いますので、そっちの方がねお勧めっていった形になります。個人的にはですねこちらの表を作った時にですね、今回のセール価格と HPCJ の、ね、価格が同じということで、この HPCJ っていうのはですね有料のねプログラムなんで、もう一押しねHPCJ の方ね下げていただきたいなってちょっと個人的には思ったんですけども、ほぼほぼですねセール価格と HPCJ の価格はですね同じになっているっていった形になります。いかがだったでしょうか。今回ですねヒルトンホテルの夏セールについてですね簡単にね解説させていただいたわけなんですけども、通常料金でね宿泊するよりかはですね結構値段的にはね安くはなっているわけなんですけども、キャンセルがねできないっていう点はねかなり注意かなと
思います。もしねダイヤモンド修行とかでもう行くのが決まってですねキャンセル絶対しないみたいなね、まあ、そんな感じで利用される方であればですね結構いいのかなと思いました。またね HPCJ ね、会員持ってる方はですね今回のセール価格ほとんどね HPCJ の価格にね合わせられているっていう風になりますんで特段ね急いで予約するっていう必要はねないのかなと思います。またですねヒルトンホテルはですね2021年9月に京都に LXR っていうね日本でいうとコンラットより一つ上のブランドのねホテルが開業しますよね。で11月にですね長崎県にもヒルトン長崎っていうのがね開業するんですよね。でこちらはですね2021年7月から予約開始されているっていう風になりますんでこちらの公式サイトもね概要欄に載せておきますのでぜひねチェックしてみていただければなと思います。長崎駅の西口からね専用通路直結でね行けるということでまたねクラブラウンジのね併設もあるという風に聞いておりますんでかなり楽しみですよね。まあ、私もね11月開業したらですねちょっと早い段階でね宿泊しに行きたいなというふうに思っておりますので、まあ、そちらもねぜひ楽しみにしておいていただければなと思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットモンバーホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますんで、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。それでは、東京マリオットホテルからヒルトンホテルのセールについてお届けしました。バイバイ。